アンコール、ありがとうございます。どうしようかな。歌う曲は決まってるけどね。じゃあね、せっかくなんでね、メンバーから一言ずつね。アンコールの。いろいろあって、会いたかった日っていうか、まあ会いたかった人がやっぱりいっぱいいるわけで、でね、会いたくない人もいるんだけど、確かそれ飲む案件じゃない。よし、あれショットグラス持ってきて。ちょっと俺もビール持ってきて。ただ飲みたいだけは。ちょっと3つね、ちょっと3つね、どっちでもいいじゃん。アルコール誰だろう。大丈夫、無責任。最近ね、職場が変わっていろいろ大変でね、まあ、プライベートでもいろいろあってね、まあ、いろいろあったわけなんですけど、ね、おいおい。まあ、悲しい話じゃなくて、昨日久々にこう会いたかった人に会って、まあ、会ってよかったなと思って、で今日ここでライブやって、まあ、やってよかったなと思って、やっぱ会いたかった気持ちはすごい大事なんだなって思いました。以上です。ショットグラス来たんじゃない。でけえよ。なんかさ、ショットグラスそんな長かったっけ。これがストーミーマンデーの優しさですよね。ね、本当に。ジュンちゃんはあかん。ジュンちゃんだけはあかん。あ、俺は。ダメなの。ダメだよ。ジュンちゃんダメだって。まあ、もうさ、もうちょっと優しく入れろよ。なかなかなように入れろよ。乾杯。じゃあ乾杯してとってじゃん。はい、先日でございますが、ご紹介しておりました、アズビジュアルのカホンやってます、ジュンですよ。ですね、まあちょっと話をさせていただきますと、いろんな人といろんな思い出があるわけですよね。でもやっぱり会いたい時に会っとけ。すごいよね。本当にそう。なんかちょっと忙しくてとかって言って会いに行かない。こういうのはね、まずリトルリンダのやっちゃんに相談してください。マジで、本当にそういうのダセーからって言われます。そういうのダセーからって言ってくれる人なんですよ。スマイライズも言ってた。うん、そう、本当に。スマイライズさんもね。スマイライズさんも。僕ね、ちょっとライブに本当全然行けなかったんですけど、4人でやってる時があって、これ言っていい話ですか。そうですよ。ベースのね、陽平さんっていう方がいて、その方と昔一緒にバンドやってたんですよ。で、僕その時ドラム缶叩いてたんです。そう、メタルバンドやってて、メタルバンドのドラムの人がいて、で、俺入れよって言われて、俺何やるんですかって言って、そしたらドラム缶やれよみたいな。一人でリハーサルの時にゴキゴキゴやってドラム缶組み立ててみたいな、そういうこともやったりとかしたのに、本当ね、その4人のライブを 2,3 回しか見れなかった。もっと見たかったっていう、ね、そういうのもあって。飲むね。練習これさ、一気に飲めねえから。じゃあね、まあ、そういうこともあるんで、会いたかった日っていうのがあるわけですから、まあ会いに行きましょう、ね、そして乾杯をしましょう。皆さん、グラスの準備はよろしいでしょうか。
じゃあ声高らかにお願いしますよ。はい、いきます。それでは皆さんのこれからのご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、乾杯。さあ皆さん、あの最後まで飲んでいってください。さきさん、ビール飲んで、ビール飲んで。さっき喋ったから、あまり言うこともうないけど、まあ、さっき言った通り、アデリアで16年自分らがやったのなんて3年ぐらいなんですけど、まあ、その3年に至るまで、それでくれた伊豆さんの両親や、昔のアズのファンの方、それと、まあ、そういう思い出がなんか大切になって色あせて見えると思うんですけど、今この4人になってもアズユジャルを応援してくれてる方々たちに本当感謝してます。ヤッキー、ありがとうございます。かっこいいよ。飲んだくれで、本当に自由にしかライブもできないので申し訳ない時もあるんですが、これからもメンバー楽しくやっていくつもりなのでよろしくお願いします。なんだけどですね、本当に、遅くまで皆さんありがとう。